ルキュリアだ。助けないと。行動の前に考えろ。あのような強敵を相手できるのか。覚悟はできてる。ニギに同じく同意はいらんじゃろうが。Yeah.
死ぬじゃ。
死ぬじゃ。おお、今のは響いたぞ。
今のは君だぞ。
注意じゃ。
が打ち上げられた。誰かが蛇を呼んだんじゃな。ダメじゃ、まだねじれとる。乗れ、引いてやる。静かだな。よくなったんだろう。多分フレイヤとの話を聞いていただろう。だがお前は何も分かっていない。何も言わんのか。僕は呪われてる。父上のように強くもない。自慢の子供でもなかった。でも今回いろいろあって、そうだったのかって。知ったような口を聞くな。でも本当のことは分かった。本当のこと、真実か。私は神だ。遥か遠くの地から来た。ここで人間として生きることを誓った。だが真実は、私は神で、お前もそうなのだ。それで黙ったままか。それじゃあ僕は動物に化けられる？動物に化けることができるかだと。いや、おそらく無理だろうな。僕は神。母上も神だったの？いや、人間だが私のことは教えた。神様か。なんで今まで黙ってたの？お前を守るためだ。神であればその生涯は苦しみに満ちたものとなりうる。それが呪いだ。どんなことができるの？空を飛ぶとか、透明になるとか。神って気がしないけど。お前の力が何かわからん。だがいずれ知れるだろう。狼にも変身できない？やれるならやってみるんだな。おかしなことはない。神はそれぞれなんじゃ。それって父上みたいに強くなくても違う能力があるってこと？すでにあるじゃろうが。その若さにして驚くべき言語能力を持っておる。そのうち他の能力も姿を現してくるはずじゃ。全部知ってたの？知っとったぞ。神なんかよりもずっと物知りじゃわい。そうなんだ。
他にも知ってた人いるかな。フレイヤでしょ。ブロックとシンドルは知らなくてよいこと。バルドルもきっとそうだ。だから狙ってくる。あいつのことは知ってた。お前の母親を弔う日に初めてバルドルに会った。それだけだ。ねえ、テュールの宝物庫は後で。でいいよね。僕たち神だよ。好きなことしたい。ねえ、父上は何したいの？見ていろ。5番のかけらか。やったね。
別のだ。これはスリム、下の巨人の王。さよう、ずる賢い王者。これってミョルニル？トールの土を盗んだってこと？そうじゃ、一度はな。みんな最後はトールに殺されてる。ひどいじゃろう。
かりするんじゃ。やめるんじゃ。神でも道を外れてはならん。絶対にじゃ。待て、ブロックとシンドリのことフルドラの兄弟って言った？そうじゃ。でも二人はドワーフだよ。そうじゃ。それでフルドラは森の妖精。さよ、美しく魅惑的な妖精じゃ。じゃあなんで二人をフルドラの兄弟って？おお、その話、若くて純粋なお前さんのような子供にはふさわしくない話じゃ。ちじゃあいいよ。飛ぶんだ。本当に？いやじゃ。仕上げてやる。
何か欲しいか？今度は何だよ。何かいるのか。買い忘れたのか。
気をつけていけ。思う耳る。バルドルの目的は何だろう。まず分かっているのは、あやつはオーディンが持つ最高の追跡者じゃ。訪ねてきたのはオーディンの差し金だったと考えるべきじゃろう。そしてオーディンの目的じゃが、わしに心当たりがある。僕たちから欲しいものなんてある？だって神の王でしょ。アース神族のが知的探求心が強く、立ち入れない場所へ行くことに執着しておる。そのために長年わしは拷問されとった。愛着のあるものが作ったようじゃ。誰じゃろう。女王じゃろうか。
仕上げてやろう。また来いよ。敵が来るぞ。
完璧だった。
ところどころ読めるけど、言語版が欠けてるから。言語版が完成してないと読めない。あと少し、言語版のかけらがあればいいんだけど。
後ろに注意じゃ。
ところどころ読めるけど、言語版が欠けてるから。言語版が完成してないと読めない。これはおせっかいかもしれないけど、トールが作品を悪用したからって二人が喧嘩することないよ。二人のせいじゃない。まあ、お優しい言葉に感謝します。ですがあれほどの惨状を目の当たりにして、それに加担してしまったと思うと、
自分を許すことが難しくて、それに兄のことも。もちろん償おうとしましたが、さらなる悲劇を引き起こしてしまう。もうご存知でしょ。僕が？アトレウス、やめろ。そっか。今日は何かひらめきそうですよ。旅のご無事を。中しろ。気をつけて。
終わった。you
行けない場所へ行きたいんだよね。ってことはヨトゥヘイムにも？そうじゃ。何よりそれに執着しておる。でも、それって矛盾してるんじゃ。おお、どうしてそう思うんじゃ。だって僕たちがヨトゥヘイムを目指すことになったのは、バルドルが僕たちの家に来てからの話だよ。やっぱおかしいよ。果たしてそうかも。お前さんたちは現にヨトゥンヘイムへ向かっておる。混乱してきた。ちゃんと聞いておった証拠じゃ。スルーマ！
ますか。今行くよ。
敵に備えるんだ。